はい、どうもトワイスです。今回もフォールアウト3やっていきましょう。今回はですね、モイラのウェイストランドサバイバルガイドの続きということで、モールラットを7匹倒す。で、そのモールラットが集まっている場所がモイラによればこのぬるい下水というところなので、こちらの方に向かっていきたいと思います。ただですね、ちょっと今回道中が長いので、もしかしたら、ぬるい下水を攻略してモイラのところに戻る前に終わっちゃうかななんて、そう思ったりもしています。まあ、ぬるい下水自体はそんなに長かった覚えはないんですけど、道中が、私今メガトンから向かってますけれども、まずぬるい下水に着くまでがかなり厳しい道のりだったなーっていう覚えがありますので、特にぬるい下水の手前あたりが、まあなので、ちょっとそこは心してやっていこうかなというところですが、まあゆっくりお付き合いください。ああ、そういえば割と最初の方からなんですけど、私のパソコンの方の処理が追いついていないのかわかりませんが、どうやら収録時点ですでにカクカクになってしまってるような気がするんですよね。私も何度かパソコンとかスマホで、試しに自分の動画を再生確認はしてるんですけれども、どうやらやっぱり収録する時点ですでに処理が追いついていないと言いますか、ちょっとそういう状況なので、一体どうしたもんかということで、今回もキャプチャーする時点の画質を若干下げて収録しているわけなんですが、まああんまり、せっかくの HD キャプチャーボードなんで、あんまり画質を下げて撮るっていうのも、どうかなということなんで、私もいろいろ迷ってるところです。やっぱりカクカクだと見づらいですしね、私としても、おそらく視聴者さんとしても。そうこう言ってる間に、まず一つ新しい場所、ウィルヘルムふ頭ですね。ウィルヘルムふ頭はまあ、ここ海岸線というか川というかなんですけど、まあその脇に佇んでるこの小屋があるところなんですが、この方がいるところですね。スパークルばあちゃん、見てごらんよ、ウィルヘルムふ頭は放浪者だらけだよ。どうやらここで大事な仕事をやることになりそうだね。何をしていようが知ったことじゃないね。だが取引する気があるなら協力し合えるだろう。まあこのスパークルばあちゃんは一応買い物ができます。常に弾は手放せないよ。具合一匹倒すのに100発近く使うんだからね。ばあちゃんが今言った具合というのが、ヤオ具合という、まあ、クマのモンスターですね。まあ、そりゃクマ狩るのは何発いるかって話なんですけど、大したも売ってねえな。肉ばっかりか。まあ、私のプレイスタイル的には、あまり肉は食べないので、まあ、いいかなというところですが、まあ、ヤオ具合は狩るのに若干苦労する分、肉を食べると、サイコと同じ効果、同じような効果か、ダメージプラス 10% で、HP もプラス12とそこそこ回復しますね。ただ、上がるラット値も9とちょっとお高めになっております。で、ミレルークっていうカニみたいな敵がいるんですが、こいつの肉は美味しいみたいで、まあ、ラッツが2しか上がらないけど、HP は24も回復してくれるんですね。綺麗な水以上です。まあでも今回買い物はしないので、一応話を聞いていきましょう。ここで何してるの？手下にミレルークを捕まえさせているのさ。最高の肉だし、モールラットの肉と違って腹の中で動き回らないからね。ただあれは危ないんでね。とにかく頭を低くして、この辺りは注意してね。そこら中に奴らがうろついているから。この辺はちょっと水辺に近づくとミレルークに襲われたりっていうところになってますので、まあ気をつけながらやっていきましょう。
何かここで起こってるのか。ちょっと前にボルトから逃亡した改革主義者を追っている連中がここに寄ったよ。誰も見なかったと伝えて好きな方に行かせたよ。まだ近くにいるはずだから協力したけりゃ間に合うよ。なるほど。どうやら父親がここを通ったような感じの情報ですね。みんな戻ったんじゃろ。さあどうかな。まあ父親は誰かに追われているようなので、助けるなら早めに。まあ追ってる連中に会ったら容赦なくね潰していこうかななんて思ってますが、どうでしょう。誰に聞いてるんだろう。でここが新しい場所2つ目、浸水したメトロ。確かここを通っていくと出口によってはこの川の向こう側に出られるんだったかな。前どこだったかな、フェアファックス廃墟の公共トンネルを散策するときに地下は繋がってると言いましたけど、あの公共トンネルはどこにも繋がってませんでした。あれはあれでフェアファックス廃墟の中を移動するのに、まあいろんなマンホールから出られるっていうだけで、主に繋がってるのはこれですね。地下鉄、まあ M の文字がありますけど、このメトロの駅はあのキャピタルウェイストランドのいろいろな駅に繋がってる場合もあります。ここもまあ違う出口が近くにいくつかあったり、あとはですね、激戦区である、ちょっとマップ失礼しますね、この辺りだいぶごちゃごちゃしてますよね。あの地図が白い範囲になってて、この辺なんでしょう、本当にワシントン DC 都市部元のになってるんですけど、まあこの辺はですね、あの瓦礫に阻まれて普通の道がすべて塞がれているような状況になるので、入るときはメトロから、どこかしらのメトロから入ってここに出る。で都市部同士を移動するのにも大きな道が瓦礫で塞がってたりするので、メトロの駅からメトロの駅、地下を通るような形で進んでいかないと思うように進めないというところなんですね。瓦礫によってただでさえごちゃごちゃしてる都市部がさらに大迷路になってるといった感じです。でそのワシントン DC 周辺には、まあそこ周辺だけではないんですけど、スーパーミュータントといって、まあなんでしょう、人型ですけど、あの緑色の肌で巨大な、なんでしょうね、ハルクとまではいかないんですけど、まあそれの小さいバージョンみたいな、あのアーマーを着て銃をぶっ放してくる、ある程度知能を持った敵がたくさんいますので、そこは気をつけていきたいところですね。この方は確かスカベンジャー。こんにちは。はい。スカベンジャーっていうのは私もよくわからないんですけど、死体あさりをしてそれを売買してる人たちだったかな。まあ見ていってよ。ようこそ人里離れた汚い店。品数はないけど全部私のよまあ拾ってきたんでしょうけどね。今回は金はそんなにないんだけど、売れるものはそんなにないんだよな。グレネードは持っててもな、スティームパックぐらいをお守りに買ってもいいんですけどね。買いましょうか。あー308口径弾もスナイパーライフルの弾も買っておきましょう。まあ55キャップぐらいなら、ね、お買い上げありがとう。まあちょっとゆったり進んできましたけど、その九段の浸水したメトロっていうのはこの、なんでしょう、桟橋からちょうど見える この建物、人工物なんですが、この建物の脇、まあなんでしょう、この建物のちょっと向こう側にあるところにぬるい下水がありますね。でまあそれを渡っていくには、まあ泳いでいけば一番早いんですけど、前もお見せした通り水の中はラット値が上がるので、ではどうしたらいいかというと、おっとこれか、
アンカレッジウォーメモリアル、アンカレッジ戦争記念館だったかな。まあそれに行くためにはこの橋を渡るんですが、見てください、地雷が大量ですね。まあ私には経験値にしか見えませんが、どんどん回収していきましょう。ただこれ並べられ方から想像する通りですね、一つ爆発したらうわっと早速両腕が吹っ飛んだな。どっかでベッドはないかな。まあ一つ爆発したら運が悪ければ連鎖してどんどん奥の方の地雷も爆発していってしまうので気をつけましょうと言ったところですが、今回は一つ二つだけの被害で済んだみたいですね。ベッドねえか、ベッドないか。まあ早速さっきのスティームパックを使わざるを得ないようですね。仕方ない仕方ない。さ、早速スティームパック3つを無駄にしてしまったところですが、まあリペレントスティックは今いいんだよ。ちょっと武器を、この辺から確かもう敵が出てくるはずなので、ハンティングライフルで、特に反応はないか。この入り口がアンカレッジ記念館ですね。ここにはまだ用はないですが、いずれ来ることになります。周辺の散策もしていきたいところではあるんですが、確かこの上にたまーにバグでモンスターに襲われてるんですが、人がいるな。逃げた、なんだ。まあいいや、ちょっと話聞いていきましょう。ミスターハンド診断ループ、ちょっと待ってね。いや、誰だい、スカベンジャー。いや、何の用だ。へえ、どうしよう。せっかくリペアが反応してるんでちょっと聞いていきますか。ロボットが診断ループに陥るとは珍しいな。おい、本当にロボットに詳しいのか。仲間に会えて嬉しいよ。少し前に偶然こいつを見つけたんだが、直せそうにないんだ。そうだな。おそらくどこかのサブルーチンがおかしいだけだろう。こんなの朝飯前だ。そうか、メカニック仲間のヨシミだ。ロボットに取り掛かる前にメンタスはどうだ。頭がすっきりするぜ。中毒性はあるが、俺たちプロにはこの種の危険はつきものさ。一つどうだ。メンタスね、悪いけど役は使わない主義なんでね。直してやろうじゃないですか。診断システムの配線をいじってみよう。正常に戻ったはずですね、これで。なんでございましょう。いいですね。そのロボットどうかしたのか。ああ、動くようになったぞ。ありがとう。ウェイストランドでメカニックに会えるとはな。ほら、報酬だ。エナジーセル2つか。こんばんは。助けてくれてありがとうよ。お前が来なかったらどうなっていたことか。メンタスにエナジーセル2つとはちょっとしけてる気がしますけど、売り物は。どれもタダではやれないぞ。見て買い値をつけてくれ。ほう。ああ。へえ。モルパインか。バラモンの骸骨とかいらないかな。ああ、44マグナムだね。結構いいの持ってますね、こいつ。どうしようかな。まず、合計弾かな。とりあえずこれをいただきますと。またお客に喜んでもらえたぞ。どうしようかな。今回やっぱり報告までは戻れそうにないですね。じゃあ、後で。何をいたしましょう。さてと。近距離戦は総動負ショットガンなんで、さすがにちょっとそのしけた報酬じゃ俺は満足できなかった、ごめんよ。何があるか見てみ。ああ、まだ溜まってないか。どこだ、キリンタが。ハンディも向かってくるかな。さあ、どこまで逃げる。
外した。リロードタイムですね。勝てな。撃たれた。うん。そろそろ逃げなくていいの？で、これをしておくとですね、キャップと、あと、いいや、とりあえず全部もらっちゃって、うんうん、なかなかいいの持ってましたね。アサルトライフルも修理できる、できないか。まあ、修理用に一つ回せるみたいですし、地雷を結構も、あ、違うか。あれはさっき回収した分ですね。まあ、ちょっと荷物は重くなっちゃいましたけど、ミスターハンディが加勢されてたらちょっと危ないところでしたね。なんでございましょう。うん、別にお前はあいつの召使いってわけじゃなかったのね。まあどこへでも好きなところへ行きなってね。さて、では本題のぬるい下水に行きましょうか。もう一つ別のイベントを期待してたんですけど、残念ながらそれはなかったみたいですね。向こうに妙なのがいますね。どうしようか。あいつを倒しておかないと先には進めないかな。となるとハンティングライフルか。2体か。ちょっと相手にしたくないな。ここの敵はあいつらだけじゃないですからね。ちょっと姿見てみます。はい、こいつちょっと光ってて見づらいと思いますが、ケンタウロス。まあこいつも見ての通り化け物ですね。まあここまで化け物らしい化け物っていうのはもしかしたら私の実況では初めてかもしれませんが、あいつはですね、私がさっき話したスーパーミュータントがペット代わりに飼ってたりする、まあ用心棒みたいなものですかね。で、向こうにいるあいつがミレルク、カニのようなやつって言いましたが、こいつがなかなか硬いんですよ。で、まあこいつを楽に倒すには顔を狙うか、それ以外のところはあまり狙っても効果がないんですが、シリューなら足が顔の次ぐらいに柔らかいという情報がありますので、まあ近づかれてちょっと狙いづらかったら足を狙っていけばいいかなとは思います。さあどうしようか。ちょっと近づかないとこちらとしてはあまり攻撃の効果が見出せないから、あと一つ気になるのはあのミレルークに見つかってるのかどうかですよね。まあ動いてればあいつらの粘液は当たらないんだけど、このままじゃ自利品ってやつですね。ちょっとどうしようもないというか、このままだとぬるい下水にすらたどり着かないというか、仕方ない、泳いでいきましょう。で、多分あのミレルーク見つかってますね。じゃあ仕方ない、うん、倒しましょうあいつらは。ただ早く型をつけないと、ミレルークも確かたくさん裏にいたはずだから気をつけましょうね。はい、クリーンヒットすれば勝てるか。残念、ちょっと足りない。で、リロード。で、あまりこっちに行くとケンタウロスが相手になっちゃうから、あーぷねい。頭60、いや足を狙いましょう。はい、もう一発。わお、いろんなとこから飛んでくる。外したか。オッケー、頭で、ミレルークの肉回収と。確かこの辺にいるともう何匹かミレルークが来たような気がするんですよね。と思ったらケンタウロス取ってきたな。危ねえ危ねえ。さあどうする。ケンタウロスの弱点はどこでしたかね。頭だったかな、普通に。あ、一応聞いちゃい、あ、聞いてますね。オッケー。ただこのケンタウロスですね、あんまり相手にしたくない理由がこれなんですよね。得るものがない。邪魔はされるんだけど、まともに相手をしたからといって何かもらえるわけじゃないんですよね。それが困ったところです。
やっぱフリーエイムだと私はちょっと技術が足りないですね。丁寧に横に回り込んで頭を狙っていくぐらいしかないでしょうか。あー足りない。うん、かといってまあ仕方ない、フリーエイムだったらもうおとなしく体を狙った方が良さそうですね。こいつもからか。せっかく弾を手に入れたのにどんどんなくなっているぞ。アサルトライフルの弾が若干あるので使っていきましょうか。よし、多分この辺にいればミレルークが何匹か水の中から出てきたと思うんですよね。でこれが、あ、前回に引き続きグロ耐性のない方はご注意を。ミレルークの卵、さてそろそろ出てくるかな。来た、1匹2匹、あー3匹、挟まれるね。そうかそうか、そうだよな、仕方ないよな、卵を守るためだもんな。足にしましょう。うーん、1匹ぐらい仕留めれると思ったけどそんな甘い相手じゃなかった。まだ修理状況には余裕があるので、あとは足を攻撃しておくと相手の移動速度が下がりますから、まあそういう意味でも足は積極的に狙っていくべきですかねと思ったけど、ちょっと近づかれすぎだな。一旦リロード、しゃがむ、頭が狙いやすくなった。 61% ならナイス。うまくクリティカルヒットが出てくれたので助かりましたと。おー、レベルアップ。さあ今回はどうしましょうね。そろそろアンアームドもまともに強化していきたいところなんですけど、どうしようかな。あとはサイエンスに3とか、メレーはいいや、リペアも今のところはいいかな。メディスン6ピック、バーターももうちょっと上げていきたいところではあるんですけど、もっか必要なものがあるとしたら、なんだ、ちょっとスピーチに咲きましょうかね。で、どうしようかな。レベル6でいろいろまた覚えれるようになりましたが、あー、タフネスは早いうちに欲しいな。ガンスリンガーもいいんですよね。バツ時に命中率が上がっちゃうので、上がっちゃうって。まあ片手武器限定ですけど。ブラッティメス。ああ、これなんですけど、無条件に 5% ダメージを追加するんですが、高確率で、モンスター系の相手は体が弾け飛びますので、まあでも今まで散々グロ描写を見せておいて、今更グロ注意なんて言う必要はあるのかな。といったところなんで、今回はブラッティメスにしましょう。攻撃は最大の防御でね。さて、じゃあぬるい下水に突入して、とりあえずあれか、目的を達する、うん、今回はゴキちゃん、今回はあれですね、リペレントスティックで7匹試す、この目標を達成したら終わりとしましょう。多分それだけだったらすぐ終わるはずなので、ぬるい下水の攻略は次回の冒頭からやっていきたいと思います。じゃあ入りましょう。ちょっと HP が不安なところですが、まあモールラットだけを相手にするのであれば全然問題ないと思うんですよね。3匹が、まあいいや。さあ誰か来るか、察知してくるか、来ないか。そうか、じゃあこっちから行くぞ。
1匹2匹結構食らうな。1個使っちゃえ。割とベッドがすぐに見つかるんじゃないかという算段で来たんですけど、そんなことはなさそうですね。でまあ後から探索するのは面倒なので、できればちょっと丁寧に見ていきましょう。ここは先に行っちゃいますけど、ここもレイダー基地になってるんですよね。だから奥の方に進んでいくとレイダーに出くわすわけなんですが、あーこの辺のろ過からか、うん、まあ手前の方だったらこういう風にモールラットばっかり出てくるので、そんなに問題はないかと思いますが、どうでしょう。お、救急箱だ。スティーム、一つか。もうちょいくれよ。この辺の棚は何にも置いてないですね。なんか、寂しいですね。さ、あと4匹のはずですが、どうでしょう。あ、タレットか。またタレットか。あー、ありますね。向こうに。あ、近接武器だと、狙うボタンが防御になるんですね。あ、これあれだ。あの、タレットに任せちゃうと、その辺の、モールラットをタレットがやってしまうので、排除せねば。OK。さてと。じゃあ何匹か向かってきてるので、ゲームこの野郎。多分今死体に当たってましたね。あと2匹。あ、これあの、ガスが吹き出てるんですけど、周囲がちょっとあの、歪んで見えるの分かりますか？ちなみにこの状態で銃を撃つとですね、あの、炎症するというか爆発します。で、自分も大ダメージを受けるので気をつけましょう。あのタレットがあるところは大丈夫なのかな？あ、あと、確か地雷でもダメだった気がするんですよね。だから地雷とか、意地悪なことに、あの、仕掛けられてたりしたら、ちょっとそれも避けていかなければならないですね。この HP だから多分死ぬな、引っかかったら。さて、まあちょっとだけ慎重に行ったところで、モールラットはやっぱり先にやられてるか。まあ仕方ないとはいえ。この辺は、むしろゴキブリみたいな音がするけど。ああ、違うか。焚き火か。私の昔の記憶が正しければ、地雷があった気がする。気のせいかな。気のせいだといいんですけどね。地雷はもうあの警告音が鳴ったらスティームパックを迷わず使おうかなと考えております。地雷はなかった。死体がいた。レイダーだ。ハンティングライフルか。いいもん持ってんじゃん。ラッキーですね。そういえばさっきアサルトライフル使ったので修理して、こっちも修理しましょう。まあ、それ以外は特に何もないかな。よし。あとは、反応がある。こっちかな。こっちは倒してる。あ、この向こうか。2匹いますね。頼もう。死んでる。あれ。あ、いたわ。あれ。死んでる。
こいつも死んでる。まさかタレットにやられたか。反応はしてるんですけどね。もうちょっと向こうにいるか。こいつも死んでる。あ、ここはやめときましょう。ここは次回だ。というのもあの向こうがレイダーですね。上はどうだったかな。上もいたような気がしなくもなくもなくもないんですけどね。頼もう。うん、モールラットですね。ほら来いよ、ほら来いよ。ほっ、はい、あと1匹。あ、もう終わりですね。そっちのやつは、あ、来る。ぐらいかな。じゃあこれでモイラの目標は達成したので、どうしよう。まあ時間的に今回はここまでとさせていただきましょうか。やっぱり30分ぐらいがちょうどいいですよね。誰に言ってるんだ私は。というわけで次回はですね、ぬるい下水の、探索の続きということでやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。